はい、準決勝第2試合になります。ワンピー側に、ガムコンソメ味。さあ早い早い。ハゲって。はい、ワンピー側、ガムコンソメ味ポチョムキン MOD ソル、大阪 D ファーストのチーム先鋒大阪 D ファースト。対する 2P 側、鶴巻ヘブンベノム AGF アンジ藤吉ジョニーのチーム先鋒 AGF アンジ。ファウストアンジね、 AC の頃では割とアンジがいけた組み合わせですが、今回どうなんでしょう。まずは 4.5 割取っていく。コパン暴れからターンを切り返していく。物投げコインが FB リンがカウンターしている。金 S 立ち入ってダウン。画面発動する。コパン暴れ 2K が当たっているがベロが短い。表立ち合いが強い。アハハハ。まあ、うん、そうなると思ったけど。金 S6P カウンターからきっちりつないでいった。一本選手 AG ファンジたらいまで当たって連続ヒットからのオイース。ゲージも回収。ジャンディ足払いカウンターからえっダメージ稼いで、さあアンジのお顔が真っ赤か。これは噛み合った。あー6敗をカウンターしてたらまず間違いなくピュっていたが 6P1 本取り返す。大阪 D ファースト最初ラウンド。オイス体力回復して体力持っていく。ジャンディが裏。さてどうする。相打ち 6P はノーマルヒットからハンマーが2回ラストガード。KS ハイ運ゲーにしてやる。本当に運ゲーだわ。タッチパンオン。画面中央置き攻めどうする。金 S からデッドアングルで返す。風神爆弾ガード。風神飛んでいる。さあちくわが目の前にあるけど間に合わなかった。警戒表ガード。暴れている。KKS ハイスラまだ残る。さすがアンジ風神読み切った。先鋒戦勝ったのは大阪 D ファースト。さあファーストに対して藤吉ジョニー。さあ随分と目に悪い色同士だ。先鋒大阪 D ファースト中堅、藤吉ジョニー。チビファーストはダウンヒハガシじゃないよね。違うよね。爆弾が一つの、毒が二つ、あとなんか出てたけどわかんない。ディバイン爆弾はギリギリガード間に合う。さあこの立ち回りどう崩すか。ジャンプ系立ち合いカウンター。裏に回っているがダメージを取る。下なんか歩いている。コインも跳ねる。爆弾をかわして体力リードはジョニー。 FB ドアドリルゴーイングガード。画面端固めていくファースト達者やがれ。デッドアングルガードじゃない、ごめん間違えた、食らってる。さすがのサーチ能力。一本選手大阪 B ファースト。画面端ぶっ飛ばしていったが青が出ないか。めった切りに行く。中段バックステに引っかかった。
立ち這いまで。ジョニーのお顔が真っ赤。パラシュート部隊やこれ。立ち合い立ち合い固めていく。遠線画がしゃがんでいて当たらない。マハステで近づくが、さあどうする。体力リードは再びファースト。立ち系カウンター。ジャンペースが届かない。どうする。さあどうする。これは AC の時も猛威を振るったテイクダッシュからの FB 装填。あーじゃあいいや、やっちゃって。あーごめんごめん、あの枠終わったらでいいや。じゃあこの試合終わったら次枠いきますのでよろしくお願いします。さあ大将鶴巻ヘブンベノム、さあどっちもアイテムの動きとボールの動き、お互いに AC から変わってる部分もあるのでどうなるこの組み合わせ。デッドアングルで返す。まずはファーストが画面端にベノムを追っていくが、前捨て抜けていく。前捨てっていうか前出したね。立ち配デュビス2個雷球1個普通の球1個からまず中央に逃げる。ハンマーか。さあ FB スティンガーの出かかり潰しているがピヨッター6敗隕石。一般選手大阪ディファースト開幕エースカウンターから装填つないで中段ゴーイングダメージ取って 2K 大工隕石。さあどうする。大阪 B だった大阪 B だったまさに大阪 B だった。勝ったのは大阪 D ファースト3立てですね。